おはようございます。エモトの HR です。3月最終週4月1、2までのまとめニュースを作ろうと思ったんですが、結局またこれになってしまいました。パソナさん淡路島特集第何弾だろう、第4弾ぐらいですかね。そんなつもりなかったんですけども、やっぱニュースがですね、やっぱこうキャッチーすぎてですね、こうやっぱ動画に一本にならざるを得ないんですよね。ということで、今回ですね、4月1日に、ニュースが発表になっておりましたが、そこからこれっていうので深掘りしていった、パソナさんどうなったかというのをお届けしたいと思います。発端のニュースはですね、これなんですよ。はい、4月1日に、日経新聞のこれ記事ですね、簡単に読み上げると、出向社員1000名をパソナが受け入れる。20代対象コロナ支援でということで、受け入れるのは例えば日本航空、JAL、ケースカイ、旅行ホテル関連企業の社員を想定、1000人ですね、雇用維持するとともに若手社員のキャリア支援を行う。あれこれちょっとなんかどっかで、この間なんか聞いたような、あれなんだっけっていうふうに思った方は、エモトの HR しっかり見ていただいたりとかですね、そうです。これ12月に、あったのとリンクしてます。結局ですね、今回対象の社員は、まあ半年か1年の単位で受け止めて20代中心で、そしてですね、そうです、来ました。淡路島です。淡路島など、パソナが持つ全国ですが、まあ多分淡路島中心になるんでしょうね。ということで、1000人の受け入れを想定すると、パソナめちゃくちゃ好調なんですよ、今、事業。で、それが、いわゆる BPO という間接業務を受け負う、まあ、サービスですね。これがめちゃくちゃ利益も上がっていて、売り上げもめちゃくちゃ伸びてる。なので、いけると判断したということなんですけど、1000名淡路島？あれどうなったんだっけと思った方のためにですね、まとめました。9月、パソナ本社淡路島移転発表から、どうなったか。4月にですね、入社式もあったので、神戸新聞さんの、南部代表への、インタビュー、それもまとめてお送りできればと思います。ということで、もうね、てっきりね、忘れてしまった方もいます。忘れてません、皆さん大丈夫です。大ニュースでね、おおってなってましたね。パソナ淡路島なんだってってみんななってましたよね。それがちょっとどうなったかということで、まずあらすじまとめました。これまでの物語です。8月末には末ですね、発表しました。2024年5月までに、東京の本社、もう大手町ですよね。東京駅のもう、もう目の前にありますけど、本社を、本社がなくなり、淡路島に本社が移転する。その管理部門約1200名を、淡路島に、移すという計画を発表しておりました。そして、これだけじゃなかったんです。12月に発表になりました、日本創生大学校ギャップイヤープログラムというのを、スタートさせるということで、コロナ禍で就職難になった大学生を中心に、未就業者1000名を受け入れれるプログラムを発表しました。これも結構その待遇がですね、16万6000円の、額面に対して寮費だ受講料だって引くとですね、本当手取りが厳しくてですね、これ、本当にどうすんのみたいなのもいろいろ言われた話題のプログラムですね。そしてこれが、1000名12月に発表してですね、この4月ですよね、果たして何名まで行ったのかって皆さん、ウォッチできてない、僕もできてなかったですけど、と思いましたので、それをウォッチしました。ということで見ていきたいと思います。まず、この全体の計画に対してですね、神戸新聞のこれインタビューの内容が出てました。それをまとめていくとですね、現在の進捗はどうですかということに対して南部代表の発表はこれですね、少し遅れている、昨年末に島内3市町から感染拡大地域からできるだけ島に来ないでとの発表をされたというそんなことを発表されたのっていうのが出てましたね。なんか辛い話ですねっていうところですね。そしてですね、2つ目の質問です。で、今後のじゃあスケジュールはどうなのかということで、まあ現在遅れてるってことなんですよね。っていうのに対してはこういう回答出てました。秋頃には思い切って、新社屋ができるんですね、淡路島に。を建設中らしいですね。住居も南淡路市や淡路市の、これ、市地区って言うんですかね、などにも広げたということで、さらにこれ驚きの兵庫県。なんと橋を渡ったですね、神戸の垂水区のジェームス山に50から100室借りることができました。
ということでですね、淡路島の向かいは神戸市垂水区、はい、私の出身は神戸市垂水区ということで、ジェームス山こんなとこですね、はい、これ橋渡って、これでもね、とてもじゃないけどめちゃくちゃ遠いですよ。もう本当に車ないと当然行けない、まあ、ただインターチェンジから近いので行きやすい場所であるんですね、このジェームス山。まあ、ちなみにこれの正確には青山台というね場所なんですけど、もともと昔のジェームスさんというイギリス人の方みたいですね、がすげえ邸宅をここに建ててたみたいですね。豪商なんですか、何なんでしょうね、商売人なんでしょうね。おそらくジェームスさん、外人さんのすごい家がある一帯なので通称ジェームス山となったんですけどね。今ではこのジェームス邸っていうのがあってね、結婚式場になってるっていうイオンだったと思うんですけど、すごい大きいのがあって、昔から自動車学校もあってね、まあどうでもいい情報でしたけど、というところから淡路島にバスかなんか出るんでしょうね、というのが発表になってましたね。これをちょっと驚きの情報でしたね。そしてですね、これ読売新聞さんの動画ニュースに出てました。12月のですね、日本創成大学校ギャップイヤープログラム1000名募集は何名集まったかというと、はい、こちらが出てました。20名。これはちょっと誤算ですよね。で、まず誤算その1は、実際にこの4月に入社した、大卒の採用、高卒も含めてですけど、そこまで落ち込まなかったっていう結果があるんですよね。この契約社員の、まあ、ギャップイヤープログラム16万6千円の給与に、申し込むニーズそのものがあんまなかったんじゃないかなと思いますね。まあ、もともと僕の動画これね、ここで、紹介してたようにですね、これ本当に来ますかねってやっぱ思ってて、やっぱり来なかったですね。難しいですよね。やっぱりまず期間もないですし。ということで、ちょっとさらに深掘りするとですね、こういう情報が出てました。ホームページも綺麗になりました。この日本創成大学校の、さらにですね、オープンキャンパスならぬ、オープン淡路島アイランド体験みたいなのが、プログラムが発表になっておりました。なんか面白そうですよね。ぜひ、まあ、ご関心ある方、これお申し込んでね、行かれたらいいんじゃないかと思いますけど、まだまだ、これ1000名ですからね、あと980名入れるキャパがあるということなんですかね。そこからですね、この最初のニュースに戻るんですけど、やっぱりですね、この、いわゆる出向社員の方の若手社員の教育等々を含め、やっぱり、このギャップイヤープログラムとも連携しながらやるんじゃないのかなっていう感じはしますよね。というような、現在の、こう、パソナさんのこの半年ですかね、淡路島発表からの、今、ということで、まあ、思うように進んではないということですが、まあ、次々と打ち手を打って、まあ、着々と進めているということは分かったかなと思います。本業本当にもう絶好調ですのでね、まあ、こういうことができるのは素晴らしいことだと思いますし、僕は淡路島は大好きですから、このプログラムがどうなっていくのか、見ていきたいと思っております。ということで、この動画参考になったという方、高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。では、また次の動画でお会いできればと思います。さよなら。